へへへ、俺っちは悪役っす。なんてわかりやすい登場の仕方。そこのお兄さん、不幸にしてやるっすよ。キャー、誰か助けて。待て、悪党。お前らはこの世にはびこる悪は絶対に許さない。か弱き市民は僕たちが守るんだ。行くよ、リケン君。はい、キュンキュンメイクアップ。キュンキュン。何その掛け声。大抵のことは殴って解決。鮮血レッド、リームキュン。人類みな下僕、憂鬱ブルー、リケンキュン。二人合わせて、せーの、魔法少年キュンキュンキュンドリーム。帰ってくんないかな。少年、もう大丈夫だ。あとは僕たちに任せて、君は逃げて。不安しかない。大丈夫、俺を信じて。ほら、この魔法のステッキでキュンキュンミラクル、ミラクルル。おー、魔法少年っぽい。とどめは僕に任せて。嫌な予感しかしない。君さ、何なのその声。え、髪も黄色いし紫だし、染めてんの？それとも地毛？そもそもどういう気持ちで悪役やってるのかな。この道も結構厳しいんだよね。はい、君なんかにちゃんとできるの？すいません。ていうか、趣味ナンパってふざけてるの？この書類ふざけては。もう一回履歴書書き直してくれるかな。すいません。はぁ、すげえブルーな気分す。もう誰かを襲うなんて気持ちになれない。よし、完全勝利。こうしてこの町の平和は魔法少年キュンキュンドリームによって守られたのであった。めでたしめでたし。二度と現れないでほしい。なんで